はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2018ペナントレース、パリーグ公式戦第3回戦のバファローズですね、やっていきたいと思います。で、采配の方でね、ちょっといろいろいじって、まあ、チーム方針とかをね、まあ決めたので、多分オーダーとかもね、勝手に考えてやってくれると思います。まあそれに沿ってちょっとやっていこうと思うんで、通常試合ですね、やっていきましょう。でもまあ割と自分が設定したオーダーが組み込まれてるかな。なんかね、調子が悪かったりするとね、ちょっと控えに回ってもらったり、ノリノリの人がいたらなんか積極的に起用するみたいな、なんかそんな感じにしてます。で、先発は村正くんか。まあこれでいきましょう。あと俺だけね、2つな決めました。喋ってくれるのかな、そういうの。あとね、音声もね、なんかつけました。俺、まあミカフィックスとあのユッキーだけ。超遅サークルとドロップカーブ、変化球が合計3か。若干不安があるけど、まあいいか。あ、152キロ。そうかそうか、球速とこの超遅サークルの緩急ですっていうかさ、スタミナがないんだけどさ。もう半分減ってるけど大丈夫。やはりうちのチームは先発不足か。投げました。打った、引っ張った。クニ、オーケー。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。右バッターボックスは2番大城、第9。何回投げられる？スタミナ半分でしょ。E の半分ってさ、なんかもう相当だよね。投げました。決まった、ストライク。これで追い込みました。なるべく打たせて取るピッチングでいかないと。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。左バッターボックスは3番。今のとこ悪くないね。ただここからのクリーンナップが怖いんだよね、本当に。このチームはなるべくストレートを主体にして、で緩急で勝負をつけると。それでいこう。 OKOKOK、 立ち上がりはかなり上々だね。うちのスターティングオーダー打率すげえな。みんなタヌキがホームラン5本打ってんのか。もう攻撃に入ります。投げた。ボテボテのショートゴロ。アウト。ワンダーが出てくれないとな。ランナーはありません。バッターは2番玉三郎。玉三郎はね、やっぱり、ね、安定感があるっていうのがいいよね。やっぱりね、セカンドとショート、まあ、キャッチャーあたりをね、守備で固めるとね、下位打線がどうしても貧弱になるんで、上位打線でね、なるべく打っていかないといけないんで。見送ってボール。次は5球目。投げました。よしよしよし。右中間へ持っていきましたが、ヒット。ボールが転がる。タムサブロー、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。さて、西野くんも。右バッターボックスは3番、西野。投げました。ニートはね、C あるから。タムサブロー、そうか、走れるんだよな、一応。投げました。縦のスライダー。B あれば全然走れるでしょう。ちょっと、投球は仕掛けていこう。3球目。振れなかった。ボールを戻ってたよ。ちょっと待って、連打してたらさ、あの LR 連打すると一応速くなるじゃないですか。丸ボタンに手が当たってさ、戻っちゃったんだけど。追い込んでから投げました。打ちました。ファースト左へのゴロ。山岡、こういう操作ミスがあるからな。1回が終了しまして、高校チーム2回の表、これからバフロメロかな。先頭バッターはロメロ。投げた。初球パワー A っていうのがすげえ怖いよな。しかもプルヒッター、パワーヒッターって。ストライク、いいね。厳しい球でした。さあ、ツーストライクと追い込んだ。ストレートで押していこう。高めボール。 OKOKOK。 西野下がっていった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは152キロあればプロでも速い方ではあるよね。初球打った、ショートの右。なんか年々やっぱり平均的な球速が上がってきてるってグラゼニで言ってたけど、150キロを超えるピッチャーって何人くらいいるんだろう。なんか前はね、ゲー打たれた。155キロあるだけでもほぼ速いピッチャーって言われてたらしいけど、俺はよくわからん。確かに今160キロを投げる投手とかいますからね。投げました。打った。ライト方向へ。これはライト木野くん大丈夫。オッケー。スリーアウトチェンジ。
まあ一発が出るのはしょうがないよね。でもヒット1本だから先制点を奪われています。まあまあまあこれはしょうがないでしょう。2回の裏高校チーム、まあ、ここはやっぱりタヌキに任せよう。投げました。変化球ストライク。際どいとこだね。ああいう高めもただうまく当てれば OK。サークルチェンジか。第3球をこいつも150キロ投げんだね。投げました。1球外してボール。しかも絶好調じゃねえかよ今日。打ちました。無理だ。追い込まれるとちょっときついよね強振は。なるべく早めに勝負を決めたいな。第9投げました。サークルチェンジがどうしてもな。やっぱ緩急をつけられるとタイミングが外れる。追い込まれました。追い込んで、しかしここは打ちました。強振で振っていきたい。スライディングキャッチ。おおかっこいいね。ツーアウトランナーありません。左バッターボックスは昨日なんだかんだで、ね、普通もまだ4割は OK。 早い。150キロ。さあ次の投球投げた。打った。これはセカンドバス。うちのピッチャー陣今どうなってるの。みんな疲労が溜まってんのかな。てかローテーションが回していけないんだなきっと。三者凡退に倒れました。三回の表これからピッチャーはちょっと見た方がいいね。この回のトップバッターはアダチ。だって今三三振してたよね。三三振してたっていうか三脱三振取ってたよね。ゲッ。それって今日の成績でってことだよね。ナイスバッティングです。右バッターボックスには。うわハイエーなアダチとかなんでそんなのが8番バッター打ってんだよ。ショーフラインになった。ファースト取った。ちょっとユキ取ってアウト。うろちょろしてたね。二塁に進みました。いや一点をもぎ取りに来てんな。打ちました。余裕があります。ハードグラウンドで取りました。これでツーアウト。やっても球速速いのいいぞ。まずはインハイ。さあ次の投球。打ちました。セカンド右への打球。アウト。スリーアウトチェンジ。ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。うん、いいね。ヒット2本。3回の裏高校チーム攻撃に入ります。1球入魂。しかしパワーがいったからな。プロ入り超際で第2球投げた。外角うお超際どいんだけどマジかよ。攻めすぎだろう。投げました。1つウィスライダー、まあ、いわゆる縦スラってやつだよね。うわ無理だ。打てない。これは打てない。ユキユキ喋ってくれるの。いつ喋んのこれ。お喋った喋った。バッティングの時だけ守備の時って喋ってくんないのかな。第9投げました。打った流し打ち。どうファール。ファールボール。第2球投げました。インロー際どい球ボール。第3球を投げました。打ちました。なんかボイス設定してほしかったらまあ、言ってくれれば募集設定します。一応ね男がね10種類で女性も10種類でユッキーは勝手にだけど俺のお気に入りキャラなんでボイスつけさせてもらいました。あとミカミックスも一応ボイスついてる。今のところこの2人だけですね設定したのは。しまったしまったしまった。ちょっと様子を見すぎてたら、もうスタミナ切れるぞこれ。5回で降板だな。オッケー。これ振ってくれたのはありがたい。ちょっともうフォアボールもしょうがないと思ってたけど、なるべくもう本当に端を攻めて。でも今回外野までさ飛んでったのってなかなかなかったよね。これでツーアウトランナーありません。バッターは5番 T 岡田。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。クリーンナップをなんとか抑えたい。低めに球を集めよう。投げました。際どいところに勝負。第3球は遅すサークル。よしでちょっと1球ストレート。おいマジか。ちょっとこういうのがあると崩れるからな。2球目空振り。タイミング合いません。第3球を遅すサークルちょっと見せよう。よしいやこのさ球速系球速差はこれはまあファールにはなるけど取れないよね。さあ6球目決めていこう。ボールになってもしょうがない。直球は外れてボール。でドロップカーブで決めるか。OK。 いやピッチング自体はいいよ。
5回投げ切れるかな。この回は打順よく1番からの攻撃、1点もぎ取りたいよね。なんとかワンダーが塁に出てくれれば。投げた、打った、ボテボテの当たりはファーストゴロ、マレーそのままベースを踏んでアウト。内野安打持ってんだよね、ワンダー。内野安打王なんだっけ、2018だとなんかロケットスタートとかなんかそんなやつに変わってんだっけ、名前が。2球目ストライク、それがあればな、セーフティーバント狙ってもいいんだけど。第4球を投げた、やばい、来た、サークルチェンジだよ。低めの変化球にやられました。バッターは3番西野、ツーアウトか。いや、この V スライダーがマジで打ちづらい。アウト、スリーアウトチェンジ。山岡、ここまできっちり一安打ピッチングが。一安打か。投手戦ではあるな、もうスタミナなくなるけど。5回投げ切れないぞこれ。DH の小屋、第1打席はライトフライに倒れています。第2球、ちょっとなスタミナがなかったのが厳しかったね。スタンドに入りました、ファール。いやもうこのバッターが終わったら変えよう。さすがに第4球をスタミナ切れだ。投げた、打った、ユッキー、オッケー。ボールを掴んでアウト、ワンアウト。右バッターボックス、ちょっともう無理だね、変えらんない。これ何あれにすると全部あれになるの、オート設定。いやもうゲッ、1回試合やると変えらんねえのかよ。ちょだってもう頑張ってもらうしかないよ。じゃあしょうがない。投げました、1球目ストレート空振り、少し迷ったか。やべえ、ブラック球団になってきた。投げました、酷使させる。ユッキー頼む。おお、すげえ、マジですげえわ。第9投げました、打ちました。そうか、本当は守備とかさ、ダイソーとかさ、ちょタイミングが分かんないからさ、そういうのをコンピューターにやってほしかったんだけど、ピッチャーのタイミングもコンピューターなんだね。まあいいや、しょうがない。すまん村正君。おお、いいね、ただ投げ切った。言ってくれ監督、俺もう無理っすって。5回の表が終わって、5回投げ切ればいいんだっけ。バブローズこの回無得点です。でも1対0だからな、ここで点を取れば勝利投手の権利を得るのかな。第1打席はファールフライに倒れています。たぬき、お前が村正を勝利投手へ導くんだ。導けっけダメだ。若月落下点に入った、ファールグラウンドキャッチしています。まだクリーンナップ大丈夫。国重お前もいける。初球だ、初球を狙っていけ。まずアウトコース低め、投げた、これは無理。ボールコース低め、第3球を投げた、これだ、打った、これはいい当たりだ。とりあえず1点、打球はそのまま伸びていく。さすが4号だね。さあ先ほどの同点の場面です。お見事お見事。バッターは6番木野、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。でここからつないでいこう。アウトコース低め、まだワンアウトだからね、1点取れるチャンスはある。危ない球、むしろデッドボールでもいい、出塁したい。投げた、打ちました。まあ足が C あればどうなんだろうな。ちょっとキャッチャーの肩とか見て走るか決めよう。投げた、ゲッ出たよ、サークルチェンジ。バッターは7番サンフランシスコ、サンフランシスコなの。いや V スライダーね、ちょっとねストレートと見分けがなかなかつかないんだよな。これちょっとポテンってなってくれると嬉しいけど、よしよしよし、下位打線だからな。いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。バッターは8番ユキ、ユッキーも1球入魂にかけるしかない。ちょっと待ってね、相手の肩を見よう。肩と守備ね、肩 A かマジか、 A 対 C って相当厳しいよな。サークルチェンジとか遅い球を投げてくれればいけるかもしれないけど、速いストレートを投げられるとちょっといけなさく、さっきロメロとかうまいだろうこれ。いやロメロって守備どうなの。最後はいい守りを見せてくれました。5回の裏が終わりまして1対1、高校チームピッチャーを変えて、5、6に勝った。
中継ぎゴロ。どこで代打出してきた。1番。投げました。ストレートはボール。投球これから2球目。ストライク。第3球を。こいつ広角打法持ってんのかよ。直球決まってストライク。投球これから4球目。ドロップカーブをギリギリのところに。打球はセンター。ギリギリのところってさ、でもミート打ちされると確かに普通にヒットになるんだよね。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。まあ、引っ掛けるときは引っ掛けるけど中島足遅いから完全にあれだね。送ってきたね。いやいやマジか。フィルダースチョイスか。まあ、接戦の場面だからね。狙えるときに狙変わってった悲しい。今のフィルダースチョイスがうちの監督気に食わなかったのかな。気に食わなかったみたいです。今のフィルダースチョイスが。投げた2球目ストライク。軽く追い込んでまいりました。それかあれか、なんか左、え、左対左って何、どうなの。打ちました。どっちが有利なの分かんない。そういうの分かんないです。ボンダ君が左ピッチャーで、これから6球目、あとリリーフじゃないですか。ショート左へのライナー。これでワンアウト、ランナーは1塁2塁。ああ変わった。高校チームピッチャー交代です。どんどん変えてくんね。ぶった切り。ぶった切りは最後にぶった切ろう。ネクストバッターサークルに控えているのはティーヨ。シュート出して。外角から空振り。タイミング合いません。ぶった切りを超いいところに来る。打った。サード左横の。これはかっこいいね。お、オッケーオッケーオッケー。サードいけるか。肩がちょっとあれか。ダブルプレーなりません。守備が弱いとね、モーションも遅いからね、投げるまでの。タイミング合いません。第2球。これもしかし空振り。少し迷ったか。投げました。外角高めの直球はボール。顔の前をちょっと直球。空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。いいね。木を見事に流れを断ち切りました。高校チーム流れを引き寄せにかかります。お、流れを引き寄せられるかってことは燃えるか。ここは守備を変えてくるようです。高校チームこの回の攻撃は9番から始まります。ちょっとノリノリ的なあれになってね。に倒れています。この6回は勝負をつけたい。投げました。ダメだ。サークルチェンジ。第3球を投げました。もうルイスライダー。次が4球目。絶好調だかんな。あ、これはちょっと上がっちゃったよね。前に出る。取りました。ワンダーがまずルイに出て、最悪セーフティーバントしよう。変えられた。ワンダー変えられた。でも力丸か。力丸はパワー B あるからな。ちょっとこっち一発狙いということか。長打になるか。どうだ。センター交代。引き落とし。二塁まで走れないわこれちょっと。リッキーいいバッティングを見せました。まあ、確かにいいバッティングではあった。代打を出した会話あったな。俺じゃないけど。こういう時に代打かけんのか。守備固めとかわかんないよ俺。もう任せるから。力丸やっぱ足遅いな。あの当たりで二塁まで行けなかったからね。ちょっと俺も走っててさ、足遅って思ったもん。ゲー。超いいところにサークルチェンジ決めてきやがった。これはいやダメだ。空振り三振。タムサブロー。全くタイミングが合いません。安定の西野くん。いや力丸走んないよ。無理だよ。F はさすがに無理だよ。初球を打ちました。どうだこれは。ちょっとブルースタジアムからお送りしております。当たりが良すぎたか。オリックスバファローズ。さて7回。さあここは守備を変えてきたね。リッキーがファースト。なんか誰か変わった後。この回のトップバッターはマレーロ。うわマレーロも怖えな。投げた。一発が本当怖いんだよねこういう試合。投げました。打ちました。センター。うわセンター深いよ。パワーがあるからちょっと深めに守ってた。深めだったよね。勝ち越しのランナーが出ました。バッターは DH の声。いえ確実に避けたいところ。バントしてくるぶった切りでなんとかけ。取ってきた。ぶった切りがぶった切られた。ボールは中継。マレーロよし走られない。とりあえず走られない。ツーベースヒットを放ちました。高校チームピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。リプレイなんて見たくない。ダイソー出してきたね。ディフェンスポイント。小島とか。あそうかだからか点を取りに来たか。このラッキーセブンで
ストレート決まってストライク。どうする、今どういう守備、前進守備って書いてあるよ。あ、実況も言ってたけどさ。ぶった切り、よーし、ぶった切ったぜ。135キロマックスで131キロ出るんだ。だいぶ速い変化球だね。ロゼルージュ的な位置づけだね。これは大丈夫、オッケーオッケーオッケー、これを抑えたい。なんとかタイピン A か、確かにタイピン A を持ってるのはでかいよな。本当ね、タイピンはね、試合でね役立つと思うんですよね。決まったストライク、追い込んで第3球を外れたボール。ちょっともう1球外そう、投げました、振らないか、最後ぶった切る、ぶった切れ、打ちました。大丈夫だユッキー、セカンド、これ君には任せられる。さあリプレイです、お見事、華麗だね。よし、こいつよくピンチ乗り切るな。さすがタイピン A だな。さあ頼むぞ、ノリノリできている。サックチェンジは無理、ジャポーカーマジスタミナあり余ってんだ。焼きはどいよ、どうする、開くか、ちょっと開こう。アウトコース高め、ボール、でもこのミートノリノリのミートだったら、でもダメだ。サークルチェンジだよ、緩急、中田くんが代打で出てきた。どういう、あ、ミートがでかいのか、じゃあまずルイに出よう、パワーがないからね。これはセンター前、よしよしよし、いいバッティングを見せました。ナイスバッティング。さてこれ昨日どうする、送ってもいい気がするんだよな。意外性がもあんのか、しまった、出たサークルチェンジ、意外性あるんだったらちょっと一発狙ってこう。投げました、え、ファールにならなかったか。飛ばすことはできませんでした。第9投げました、もうなんとか長打で、足が C あれば長打コースになれば、これはこれはヒット、サンフランシスコナイスバッティングです。高校チーム勝ち越しのチャンスを、これどうする、代打出す、いや俺が決めるわけじゃないけどさ、おお来たね代打アンドゥ、ちょっとみんなのさ能力をまだ把握してないからさ、どういうあれだったっけ、アンドゥさよなら男とか持ってるし、パワーヒッター広角打法、代打丸か、代打丸だね、この代打丸をうまく活用しよう、活用しようも何もないんだけどさ、狙ってこう。第9投げた、アウトロー、ボール、投球これから2球目、これはボールだね、外れてボール、投球はこれから3球目、おお際どい球、ボール、これは慎重にいこう。全然慎重でも何でもなかった。ショート落下点に入りました、掴んでこれで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。いやーなかなか難しいね。2塁までランナーを進めましたが勝ち越しはなりませんでした。いい試合だマジで。1対1、高校チームラッキー、高校チームピッチャーを変えてきました、かわいい。さあここは守備を変えてくるようです。セカンドがバブルを、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは大城、初球から打ってった、サンタ無理か、宇宙間へのヒット、いきなり出してしまったな。いいバッティングを見せました、初球、さあノーアウトで勝ち、大城とか足が BR ではないか。第2球投げた、打った、1、2塁、抜かれた、抜けた、ライトからサード、やばいな、連打を浴びてしまったぞ。吉田ナイスバッティングです。高校チームピンチを迎えます。ダイソー、ダイソーだ、ターニングポイント、小田も足早えな、長打が出ればもう一気に2点だぞ。しかしロメロは対左バツ、バツかどうか知らないけど三角かもしれないけど、スクリューをちょっと行きましょう。もう外角低め投げました、打ちました、今のバットに当たったか、投げました、打ちました、オッケー、とりあえずワンアウト、
マウンド前方掴みました。これでワンアウト、ランナーは1塁2塁。もうこのさ、クリーンアップ舞台ゲー持ってかれた。入れば勝ち越した。伸びた、伸びていった、入った入った、ホームラン。このクリーンアップ舞台超怖えんだけど、本当に何なのこいつら。初球を持っていかれました。かわいい、ここは踏ん張れませんでした。身長差を変えてしまったか。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。いやー、まあしょうがない。マレーロ、マレーロもさ、もうこいつら本当やだ。投げました、スライダーボール。ちなみにさ、打撃としてはどこが一番強いのパリーグって。第4球を投げた。まだ全部は戦ってないけど、少なくともオリックスは強いと。ゲー2打席連発だよ。なんか走り方がイカれてんな。マレーロとか言って。リプレイをご覧ください。ここは本当にクリーンナップがやだ。もう投げるとき超怖えもん。ダイソーで途中出場していますバッターの小島。投げた、打ちました。よし、これは抑えたね。一塁送球、タマサブロ軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番足立。今日4球のバッターボックス。アタッチは足が速いのか。ダイソーで出たやつ。投球はこれから3球目。決まってストライク。追い込んで第4球を外れた。ミート F パワー F ってもう完全にダイソー要因だね。投げた。あ、これうわー、ギリギリフェア、風に流されてフェアになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁へ。うん、さすがに進んでくるね。高校チームピッチャーを交代します。ハンマーが出てきたか。もうさあ、このピンチで迎えるバッターは伊藤。何だ、いきなり失投かよ。さあ次の投球、2球目ストライク。こいつらさ、ノリノリになるとめちゃ強いかんね。見送ってストライク、追い込んでいます。ボール、次は5球目。スローカーブで決める。打ちました、いい当たり。ライト前にヒット。いや、走ってくるか。いや大丈夫。いや、いい返球してるよ。高校チーム昨日はね、マジで肩がいいんすよ。レーザービーム持ちだし、ライトに起用してよかったな。アタチだったら最悪走られてたからな。取れるか中田君。よし、 OK。 ただ厳しいね。高校チーム4点をリードされています。さあ、ここは守備を変えてくるようです。高校チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。今日はセカンドフライとセンターフライ。見送ってストライク。山岡にこれ完投されるぞ、このままだと。それは許さん、サークルチェンジ。よし、ようやくサークルチェンジ捉えたな。ナイスバッティングです。リッキー、リッキーいける。初球を打ちました。これはいけるぞ、リッキー。フライダー、ヒットになります。リッキーはただ足が遅い。マジで足が遅いこいつ。よし、完投はなんとか阻止して。おじさん頼むよ、代打。威圧感、まあ威圧感関係ないけど、オッケー。おじさんパワーヒッター持ってっからね、 D やればなんとかいけるはず。投げました。いや無理だ。フラフラッと上がった、取りました。これでワンアウト。てか犠牲フライにもならなかったな。日野くんも出てきた。ちょっとここ本当にミート打ちで。流し打ち、どうだ。おー、マジかー。アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。8回の裏が終わりまして5対1。チャンスを生かしきれなかったな。さあ、ここは守備を変えてくるようです。どういう守備になってんだか。トップバッターは大城。今日はここまで3打数1安打。直球ストライク。第2球投げました。ハンマー何回まで投げる。さあ、2ストライクと追い込んだ。一応抑えだからね、もう。よし、そう、この人大丈夫博士なんだよね、格好が。そんなんできるんだって思った。投げた、危ない球。第2球投げた、スローカーブ決まってストライク。第3球対左 G とか相当左に弱いんだろうな。余裕があります。ファールグラウンド、ボールを掴みました。バッターは4番ロメロ。今日はここまで4打数ノーヒット。投げた、こいつも対左へ。第2球ロメロとか何気に内野安打も持ってんじゃん。これで追い込みました。強くね、普通に。まあ、4番張ってるからね、そりゃ結構
強いとは思うんだけど、ちょっと待って、ストレート。これもう少し高めにやって、低めのチェンジアップで決めよう。投げました。よし、OK。まあ、これ以上点はやれないからな。4-5-6。5-1。バブローズスコアボードに0が入ります。9回の裏、4点を追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは1点だけでも返す。投げました。カットボールか。第2球投げました。一発病持ってるな。失投しないかな。投球はこれから3球目。危ない球。ゲー、カットボールとかスプリットとかさ、そういう球か。まあ、さすがにね。打球はそのまま伸びていく。お客、まずは1点。1試合に1本は打つな。チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。近藤降板した。麻酔、麻酔今日3番手としてマウンドに上がります。バッターは5番。これが2度目のバッターボックス。中田君はミートだもんね。とりあえず出塁してもらいたい。で、下6とか投げました。こいつもあれだね、球速154あるね。麻酔全然知らないけどさ、麻酔選手。あ、スプリット持ってたね。スプリット投げてきてたな。スプリット6か、結構厄介だな。いや、もうバントとかは無理だよ、9回だから。もう連打をして決めるしかない、さよならを。サンタも1球入魂がいける。あ、フォーク。あれ、スプリット持ってなかったっけ、それさっきのやつか。ちょっと待って、際どい。バッター追い込まれました。第3球を投げた。完全に外れた。ボール、落ち着いていこう。第5球投げた。流し打ち、どうだ。流し打ち切れるね、これは。おお、フェアだ。さて満塁だよ。どうする。待って、こいつなんかすげえかっこいいさ構えしてるけどさ、どうなの、これ新選手だから分かんないんだよまだ。まあ守備寄りでね。そう、精神的支柱持ってるんでね。扇風機じゃねえか、そういえば。対左 G だし、怪我しにくさ G とか言って。初球か。まあちょっとこれは一発狙わないで普通に行こう。かっこよすぎでしょ、構えが。危ない球。むしろデッドボールでもいいよ。投球これから2球目。初球に肩をつける。センターへ飛んだ。ちょっと待って、走れ。センターバックホーム、ホームイン。高校チーム点差を2点に縮めました。さあリプレイです。大丈夫。次誰だっけ、脇屋くんか。試合を決定づける場面となりそうです。いや、脇役はな、もう代打送れないからな。キャッチャーがいないからだって。投げました。何気にキャッチャーも遅くしてっていうかさ、こうやっぱり応募するとみんなそこのポジション作ってくるから。今ショートめっちゃいっぱいいるんですよね。ストレートはボール、アウトコース高め。チャンス A を生かしたいね。これから4球目。ボール、第5球投げました。ちょっと待って、これはセンターへのフライだ。センター、これは走ろう。1点返した。5-4、まだワンアウト。高校チームやりました。まあ仕事はしてくれたね、確かに。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。 OK、 ちょっと浅めだったけど、まあ大丈夫でしょう。いいね。先ほどヒットを放っている。さて力丸はいけるぞ。第9投げました。リッキー、投球これから2球目。リッキー、どうだ。ちょっと待って、どうする、走る。これは分かんねえ。あ、取られたね。いやー、なかなかいいあれだったんだけどな。おじさんか、おじさんもいける。第9投げました。インハイ際どい球。いや、リッキーのさっきのな、惜しかったよね。カーブはボール。だ、こいつ一発病だからな。これから3球目。あー、なんで一発病のくせに真ん中に来なかったよ。あれ、投げた。これはちょっとフォークボール見送ってストライク。ここは1球見ます。最悪、フォアボールでも。あー、フォアボールでしたね。満塁にしてきたね。この君か、スタンドからはなんとか長打を。ちょこ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 、こんな緊迫した場面で意外性か。投げた。
アーティスト持ちだからな、決めてくれ。あースライダー、スタミナがなければ一発秒で、一発秒オッケー、一発に泣いたね今度は向こうが。いやーさすがよ、嫉妬、これマジで狙ってた一発秒のスタミナ切れの嫉妬はねマジで狙った、狙い通りだね。さて本日のヒーローは日野、見事サヨナラ勝ちに貢献しました。本当に今日は大活躍でした。いや今日は疲れた試合だった、結構初回はねかなり投手戦だったけど、後半は後半でマジで気合が入った試合だったな。いや今日はねやってて面白かったねありがとうございます日野君、見事嫉妬を捉えて劇的サヨナラ満塁弾。今日のヒーローは君だ。ここね、まあこのソロホームランはねどうしてもしょうがないよ。いや村正くんもすげえ頑張ったよマジ、あのスタミナで超いいピッチングしてたもん。これも良かったね、清光くんもピンチのところよく抑えたよ。勝ち越しスリーランホームランくらったよな。いやここのねクリーンアップは本当怖い。これちょっとね連打浴びちゃったからね、河合くん、河合くんだか河合ちゃんだかよくわかんないけどおっさんがすげえ残念そうだ。タヌキはねまあ安定して打つよねこいつは、1試合に1本は打ってるからな、ホームランマジ量産してるよ。船橋くんもねなんか能力の割にはここ頑張ったよ本当に、タイムリーヒット。で犠牲フライもまあいい、下位打線ねいい仕事したよここ本当に、よくこう繋いでくれたよ。さあそこから日野くんの満塁ホームランだったんだ、さよなら満塁ホームランそっか8対5になってるからな。いやこれは本当劇的だね、今日の試合はマジ劇的だったな。快勝、ハンマー君が一勝になってるんだ。最後最終回に7点ってすごくないかこれいやこれは増えるでしょう、これはファン増えるでしょうマジで。さよなら本塁打メダル、さよなら満塁本塁打メダル、満塁本塁打メダルなんか一気に手に入れた感じがするな。ゴー早速船橋くん怪我しちゃったよ、1週間か。パワップくん入って船橋くん入団と同時に怪我だからな ということで、まあね、かなりいい試合だったと思います。次はソフトバンクスホーク、ソフトバンクホークスですね、との試合になります。一応今、同率で1位か。じゃあまた次回も、頑張っていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。